のブックレビューでーす今回はねこの本ですね。ねエクトン。ね何かなと思ったでしょ。<laughs> うん、エクトンね。うん、まああのー、エクトンというのはですね、まあ、この方がこちらの本のねラビンさんっていう。 この方がチャネルリングをして、まあ、この人は通訳ということでね、まあ、あの感じなんですけど、まあ、よくあるバシャールというのがありますよねダリル・アンカさんがチャネルラーでそれをまあ第2弾ということでここの表のところにですねえっ、ー、とボイスというね私が好きだった出版社あるんですけどがバシャールに次いで放つ新たなチャネルリングの書というふうに。 なってますエクトンが描く「意識の地図と」ということで、まあ、セッションのねいくつかやったセッションの,、まあ、あのテープこしみたいな感じですよねいろいろ質問がいろいろあってエクトンが、ね、答える、まあ、ラビンさんがこうチャネルラーになってねこう精神状態を落ち着いてね「あエクトン来ました」ということでう答えるということで、まあ、ほぼほぼ内容はバシャールにちょっとよく似てますけど。 まあ、宇宙人が違うのかなこれは。来てる人が違うのかなえっとトンというのが来てるということでね。うん。私これ読んでいろいろこうね、あのー、こう線引っ張ったとこもいろいろあるしだからこのお金というののねエネルギーという取り扱い方とかねそれからね、まあ、あのこういうふうにねさまざまな思考を頭の中で回さないとかね。うん いうことでこの方がいろんなセッションをやってるわけですけど、うん、この方最近もう全然出てこないですよね。うん、これでエクトンの第二弾があるんですよ。エクトン2というのがこれを私読んだんです。それも読んだんです。エクトンマンの2はね、うん。で、そのエクトン2のところであのまあ皇室番に出たんですよ。まああの自分の身内っていうか兄弟が死んだと交通、まあ、事故がなんかで死んだと。で今どうなってる。 なぜ死んだのかっていうようなことを質問した男の人、確かお父さん男の人がいたんですよ。エクトンに。で、エクトンは、ああそれはね、あなた方にね、まあ、エクトンといってもまあラビンさんがこう喋るんですけどこうやって、あなた方にね、その喪失という体験をね、喪失ってまああの失うということですよ。喪失という体験をね与えるためにね、その人が来たんだと。 でその人は役目を終えたからあなた方に喪失という体験を与えてで人生をこう深く考えさせることによってあなた方の魂をねこうちょっと向上させてねでその方はもう帰ったんだと、ね、あの元にいた場所に帰ったんだとでその方とあなた方はもうそういう契約のもとになんか今生きてきたみたいなことをちょろっと言ったんですよ。ああそうですかって言ってでみんな会場がシーンとなったんですよ。 あ,あやっぱそうだったのか、うん、そういう深い意味があるのかとか言ってねさしたらねその質問したって人がね急にね「エクトン私にはそんな兄弟はいません今のは私の作り話です」って言ったんですよ。でえっとなって一瞬会場が非常ななんか妙な雰囲気の空気流れたっていう感じがこの本から見て取れるんだけど。 でしばらく沈黙があってねでエクトンの言うことがね、まあ、そのラビンさんが言うことがねあそうですかとあのこのいう質問があってねあの私の,こ,のこういう今の回答を聞くということを通じてねここの会場の人たちがね学ぶということみたいなことをまたあの回答してでまあ一緒に調べて終わったんですけど私はそれ聞いてから それを見てでもエクトン1だけがなぜか残ってて、まあ、これもまあ処分対象かなとは思う,思うんですけどでもでもこれエクトン1にはまあそういう部分はないしとりあえず学べるものは学ぼうと思って今読んでるんですけど読んでいてまあ今本棚のねどか出してきたんですけど懐かしいなっていう思いでね。うん、でこのエクトンシリーズはまああ,のあんまり場所あるほどねあの あれです広がってないですや,やっぱりねうんまあでチャネリングっていうのはあのー、なんていうのかなうんこのエクトンっていう本も別にもそう悪い本ではないですけどまああのよくあるパターンのパターン的な感じですねうんだから私もバシャールを結構読んでた時期があってでバシャールの動画も見てねうん あのへえと思って喜んでた時期はあったんですけど、まあ、ある1点か2点ぐらいのところで疑問を感じてね今は馬車の考えは取ってないです、うん、あの私の場合ねあの魂を向上させるとかねその手の話はねあのもうあの自分の中ではねもうカットカットそこで終わりとそんな話が出たらそこで終わりということにしてます。 まあ、以前はね、まあ、自分が足らないからねこ,うこの世の中で魂を磨いてねで向上してねまたこの霊界のいいとこ行ってまた降りてきてまたここで向上してね最後丸々なったら上がりというふうなことを考えてたんですけどどうもそれは違うということが最近私はねちょっとずつ思ってきてあのこのそういう考えではだめだなともちろん霊界はあるんですよ。 あるんだけどでも、うん、まあ,あの一般的なねあのなんかあの霊能者の話とかね、まあ、そういうことを言わない人もいますけどこの A 地点からねこ,のここの B 地点へねこの A から B へこう移る時にねこれが原世としますわ。原世とねこ,れこの線がねここが霊界とかねいいとことしますわ。 でここへ行くためにねこう何回も何回もここで生まれ変わって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 輪廻っちゅうのをやってね輪廻転生っていうのをやってそこで魂を磨いて上へ上がっていくということでね、うん、こういう発想で書いた本が今まで多かったし私もそういうのを随分ん読んできましたよここ20年ぐらい。うん、でああそうだなと私まだ魂見分かれてないからまだまだ至らない人間だからね。 おあのー、またそのキリスト教の原罪じゃないけどその罪があるからね自分にもね随分今までねでそうやって磨いて磨いて人間性を丸くして丸くしてそころこで言うあがりということになるんだと思ってましたけどある時ネットを見てて、まあ、ネットというもなかったらおそらくそういう気がつかなかったと思うんですけどネットを見ててえっ と思っった時があってそれからねもうやめましたそういう考えは。うん、であのそれ系にね引っ張っていってる本はね今処分しつつあります。うん、それ系はあの間違ってはいない部分もあるんだけど最終的なとこがちょっと私の今の考えと合わないもんではい。で あのですね、今その考えをこれ話してもですねあのおそらく皆さんついてこれない部分もあると思うし私自身も確証ないので私自身としてはまあ魂を磨いていくんだよみたいな話はもう自分自身の人生で採用しないということに決めてます。はい、ではまた次回お会いしましょう。